将軍 M2 だということで、今週の将軍ニュースのお時間にだ。まず、はじめのニュースは、人気 YouTuber 渡辺真琴氏逮捕確実か。人気 YouTuber のね、渡辺真琴さん、企画も動画もすごく面白いしね、 YouTuber としてね、すごく人気だったんだよね。ただね、やっぱこれこれさんのね、配信で15歳の少女に対してこう、わいせつなね、画像を送るようにね、要求していたということがね、まあ発覚して、それが原因でね、もうどん底に落ちてしまうというか、今大変なことにね、なってるみたいね。この時系列をね、整理すると、1月の20日か、元ね、桜坂46の今泉さんとね、結構もうこう発表してね、みんなおめでとうっていう感じのね、こうムードになってたんだよね。ただね、その翌日にね、15歳の少女にこうわいせつな画像をね、要求していたということが、これこれさんのね、配信にて明らかになってしまって、もうそれがもう大炎上にね、なってしまったんだ。1月の22日に所属事務所のウームが契約をね、解除するという。1月の27日に YouTube のね、メインアカウントがバンされてしまい、3月の2日ね、 Twitter にて謝罪、そしてけじめをつけるために引退宣言をね、まあ、したんだけれども、その少女と渡辺真琴さんの間で今ね、この示談交渉っていうのがね、どうやらされてないっていうのがね、最新のこれこれさんのね、配信にて明らかになったんだね。ということで、まあどうなるかというと、警察はね、これも逮捕に向けて調査中ということでね、真琴さん自体もそのカカオトークを使ったりとかね、して証拠が残らないようにとか、悪質な部分があるということで、警察もこう力を上げてね、まあ捜査をしているというか、示談交渉しなかったらもうこれ確実に逮捕されるんだろうなっていう感じがするんだよね。15歳の少女に対してそういうことしちゃいけないよってね、警察もね、人気 YouTuber のね、事件にだってね、これはしっかりと、取り扱わないとね、これまた、ね、警察も大変なことに、ね、なってしまうにだってね、まあこれはもう示談交渉されないのであれば、もう逮捕確実なのかなというふうにね、思うにだ。はい、続いてのニュースは、緊急事態宣言が延長ということでね、現在ね、東京、神奈川、埼玉、千葉、緊急事態宣言がね、発令されてるんだね。7日にね、解除の予定だったんだけれども、これはどうやらね、もう21日まで2週間ね、ちょっと延長してしまうということで、トータルで考えると、ということは2ヶ月半とかね、緊急事態宣言が続いているということでね、これ非常に大変にだね。将軍の知り合いでもね、大変な人とね、ちょっとまあラッキーって言ってる人もね、まあいたりするんだけど、ちっちゃなバーをね、経営してる人とかからすれば、店閉めてね、お金がいっぱい入ってくると。普段営業してる時より儲かってますみたいなね、ごく稀にするんだけど、やっぱり、ほとんどの人がね、きつい状況にだよね。歌舞伎町にね、将軍いるんだけど、ほぼ毎日。やっぱりね、もうめちゃくちゃ閉まってんのよ。深夜とかご飯食べるとこもう全然ないぐらい、どこもかしこも閉まってて、これね、大変にだよね。ちょっとね、補助金出たぐらいじゃもうほんと大赤字になっちゃうし、ここで働いてる人たちもいるからね、まあバイトの人とかもね、いるだろうから、その人たちも働かないと給料が出ないわけだからね。ちょっとね、いち早く解除してほしいなというふうに思うんだね。やっぱり緊急事態宣言続いてるから、旅行とかもね、なかなか行けない状況になってるしね。こうなるとね、やっぱ観光地のね、お店とかね、そういう業種の人たちもね、すごく大変だと、まあ、思うにだよね。まあ一日も早くね、コロナが、収まって、緊急事態宣言解除して、しっかりね、まあオリンピック開催できればいいなというふうにね、将軍はね、思ってるので、祈っていこうというふうにね、思うにだ。はい、そして最後のニュースは、いよいよ、TikTok 収益化開始にだ、万歳始まったにだよ。3月のね、1日かな、お昼ぐらいからね、もう始まったにだよ。まあ、将軍もね、それから配信をしてみて、まあ、実際にね、こう投げ銭っていうか、まあ、ギフトをね、いただいてみたいな形になるんだよね。まあ、お金払って、コイン買って、それをギフトとして、TikToker にこう送って、で、その TikToker は、そのギフトに応じて、クリスタルっていうのにそれが変換されて、で、それがペイペイを通じてお金としてこう扱えるみたいなシステムらしいんだね。僕はまだね、全然一回放送してね、クリスタルが2000何百クリスタルぐらいとかでドル計算されてたんだけど、確か11ドルぐらいしかね、なかったんで、まだね、全然下ろしたりとか使ったりっていうのはね、まだ全然してないんだけれども、なかなか難しいね、 TikTok でギフト投げてもらうっていうのもね。まあ将軍の場合、海外の人がね、結構多かったりするんで、コメントもなかなか拾えなかったりとかね、ちょっとそこら辺もいろいろこう考えていって、一番高いのがね、メリーゴーランドっていうのがね、2040ぐらいだったかな、メリーゴーランドがグワーって回るね、スタンプっていうかギフトがあるにで、それ欲しいんだけどね、なかなかまだ送ってもらえてないんでね、まあ、どうにかね、海外の人がいっぱい見てるから、海外のね、石油王にね、
もうギフトこうやってメリーゴーランドいっぱいこうね送ってもらおうと思って今頑張ってるんだよ。英語でね脅してね、ギフトを送らないとミサイル撃つぞっていうね Google 翻訳でやって、そうそれであの英語でねこうやって携帯向けてこうやってやってんだけど、なかなかやっぱりね送ってくれないんだね。ギフトくれないとおい、うつりだよ、ほんとに。気をつけろよ、ほんとに。やっちゃうからね。YouTube の皆さんも、もしよかったら、TikTok のね、生配信する機会が、今後かなり増えると思うので、将軍のね、TikTok フォローして、ぜひね、生配信見て、ギフトもね、送ってくれにでよ。はい、ということで、今週のね、将軍ニュースのお時間でした。以上、プリ将軍でした。将軍TV マーフィー。ご視聴、カムサムニダ。